はい、みなさん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間足ボリンジャーバンド1問均衡表上昇トレンド進行中、ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、4時間足ベースは底堅く、推移も調整売り警戒と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い転線21本移動平均線上昇しております。4時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。4時間シストキャスティックス売りシグナルが点灯しております。はい、こちら4時間足の一目均衡表です。綺麗な上昇トレンドの形状をしております。 はいそれでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは144円ちょうどレベル。144円ちょうどレベルと考えております。はい続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは145円の50レベル。145円の50レベルと考えております。 はい、右のマナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説を視聴キャンペーンにエントリーしていただきますと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、ドレ円ン本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。144円ちょうどレベルか145円の5丸レベル。144円ちょうどレベルか145円の5丸レベルということです。ポイントです。21時30分5月、個人消費145円再トライということで、はい、本日、ニューヨーク時間、経済指標の発表あります。21時30分5月のアメリカの個人消費 p c デフレタ、22時40分 四十五分ですね。二十二時四十五分。六月のアメリカのシカゴ PMY 二十三時。六月のミシガン大消費者態度指数確保値ということで、はい、本日のメインイベントは、二十一時三十分の五月のアメリカの個人消費 PC デフレーターです。はい、チーム・ハロンズをしました。三分早い。わかり、コンテンツ、五月の個人消費 PC デフレーターの。 コンテンテツ作成させていただいております、えー。ご覧になりたい方は番組最後に開催 URL 貼り付けてあります。お時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、そういうことでチャート形状的に言いますと4時間足ボリンジャーバンド一目均衡表上昇トレンド進行中ストーキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、はい、ドル本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には底堅く水位も調整よりと考えております。ドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には底堅く水位も調整より警戒と考えております。ドル円本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には底堅く 推移も調整売り警戒と考えておりますはい、さらにドル円なんですけども145円というのは昨年9月の介入レベルなんでまた調整的な動きが起こりうる可能性が十分考えられ,えられますお取引をされる際には十分ご注意くださいということです はい、ご案内しました通り本日21時30分5月のアメリカの個人消費指数 PC レフレーターが発表されます本日21時開始のライブ配信番組内で5月の個人消費 PC レフレーターの結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介させていただきますまたリアル講座で結果を受けた短期売買も行う予定となっております開催 URL は番組に最後に貼り付けてありますお時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いいたします最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします 本日は以上となります。